はいどうもコミです。さて本日はボブソンファミリーさんからお届けしてまいります。つむぎ組さんのファミリークランですね。なんか最近つむぎさん本体よりもボブファミさんから撮る動画の方がなんかね数が多くなっているような気がするんですけども、まあ今回もねこちらから行きたいというふうに思うんですけども、今日タウンホール13見ていこうというふうに思います。でタウンホール14で結構ドラゴン環境が来ていることなんかもあって、まあ、最近タウンホール13でもですねドラゴンが割とよく見られるようになってる気がするんですよね。まあ、実際ボブファミさんでも見られるようになってるんですけども、まあ、つむぎ組さんっていうのかな。なんですけど、ちょっとね、やっぱね、忘れちゃいけない攻め方が1個タウンホール13、やっぱりまだあって、これがね、相変わらずなんだかんだ、結構ガチで攻めるときには登場する頻度が高い、戦術なんですね。まあ、それが、ドバッと、ユニットを出す、サビ衆とね、よく言われる、スパジャイネクロの編成なわけなんですけども、まあ、今日はそれを見ていこうというふうに思うんですが、ですね、まあ、まずですね、タウンホール13でこれが強いことは結構皆さんも、すいません、皆さんご存知だと思うんですけども、ちょっとね、忘れてる傾向があるんじゃないかと思うんですね。で、今回、相手もね、かなりがっつり攻めてきているのが見てわかるかと思ったんですけども、練習戦なんですが、だいぶね、双方ガチで攻めてます。で、この形ですね、天才からの、旅襲の形。で、これね、ここに、ライトニングとクエイグがありますよね。これを使って、相手の主力の防衛、例えばこういうところですね。投石とロイヤルチャンピオンとか、こういうところに、ガツンとクエイクライトニングを当てていきながら、壊すと同時に区画をカットしていって、カットしたところをうまく利用して、ここね、に対してユニット本体をガーンと流していく。こういう風に。で、まあ、残ったユニットはちょろちょろと外周を歩かせていくことによって、全体を全開まで持っていくっていうパターンですけども、ライトニングの、威力っていうのは、ただ単に相手の主力防衛を壊すだけでもなくて、サイド型でも効いているというところをね、意識しながら見てもらえると分かりやすいというふうに思うんですけども、さあ、ユンユンさんのアタックですね。これまずしっかり今言ったところ、ライトニングを落としていって、クエイクを当てながら、ロイヤルチャンピオンまではね、残念ながら倒せないんですけども、ダメージを与えておくことによって、まあ、後々ネクロマンサーとかがアタックするときに、もう一瞬でロイちゃんを倒せるようになりますね。で、広めの面からこう、ドバッと出していきます。これがね、やっぱね、ドバ出しと言われるゆえんですね。こう、この面、グワーファーってもう横一直線に出しますよね。こうすることによって、しっかりとユニットが序盤、こう、面で進んでいくっていうのが大事です。で、本体を流し込みたい部分ですね。ここに関しては、ヒーロー、さらにウッドランチャーを加えていきながら、壁を開けつつ、この壁の空いてる部分にネクロを先行させながら、ヒーローが後ろからついていくという格好ですね。グランドボーテンがついてるんで、ネクロ本体の体力も底上げされてます。この辺から徐々にスーパージャイアントが消えてくるんですけども、それでもやっぱネクロマンサーがちゃんと多少のダメージはやられないようになってますね。で、ロイヤルチャンピオンはここであっさりとこの部分ですね、撃破していきながら、サイドに散ったネクロマンサー3体いますけども、これがじわ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 この辺をね、壊していってくれます。で、中央に入っている主力部隊に関しては、ネクロマンサー、アーチャークイーン、さらには、スーパージャイアントがまだいるっていう感じですね。グランドボーテンもついていて、ウッドランチャーから出てきたイエティがしっかりと防衛軍殴り壊してくれながら、さらに後ろから追い打ちをかけるという格好ですね。で、ちょっと今ね、言い忘れちゃったんですけども、残りの呪文見てほしいんですよ。これ全部フリーズなんですよね。すべてフリーズの呪文を使っているんですけど、これを真ん中のマルチインフェルノに惜しみなく打っていきました。で、真ん中のマルチがネクロマンサー絶対焼かせないぞ的な感じで、ガッガンに打っていったところを、ちょっと今見逃してしまった方いたら、もう一回見てみてください。すごい、固め続けていたのが見えてわかるかと思います。で、最後ですね、残ったフリーズはタウンホールにもかけまくって、タウンホールも同じですね、ネクロマンサー、さらにはこれ火力高いので、アーチャークイーンとかを絶対にやらせないぞという意思でね、まあ、そこだけに集中してかけるという形になってます。まあ、時間結構早い前回なんで、軽く復習すると、ですね、このゾーンですね、このゾーン。歩いていった際に、怖いのはマルチインフェルノ2本、あと、まあ、タウンホールかな、この辺ですね。で、ここはもう点差で壊しちゃうから関係ないと。そうなってくると、今囲っているこのね、主力が歩いていくゾーンに、しっかりとこのマルチインフェルノと2本と対空、タウンホールが入ってますよね。なので、道中でしっかり壊せるルートを作るっていうのが、まず1個めちゃくちゃ大事です。この戦術をする場合。これを見誤ってしまって、なんか東方赤銀が怖いからこっちから行こうかなみたいな感じにしちゃうと、このマルチが最後余っちゃって、これを処理できずに、ユニットが全部やられちゃうということがあるんですね。なので、今回ユンユンさん、
この投石を壊すことによってもう憂いを事前に除いておいて、そうすると怖いのはこれこれこれだから、これを一直線に壊せるこのルートにユニットを進軍させていこうというところで、ここからウッドランチャーをこう入れていったっていうのはそういう理由ですね。で、その道中になったマルチインフェルノ、これに関してはもう止めまくって仕事をさせないと。で、最後の投石機はもう四方八方からユニットがこう来るんで、何かしらが壊してくれるんだろうというね、多分意識でやったんだと思います。あともう一個、こういう壁の隙間ですね、こういうところね、こういう隙間がやっぱね多い村っていうのはこの攻め方がめっちゃ刺さります。あの壁で止まってしまってユニットが流れないってことがないので、この投石機も最後ね、ここが壁空いてるからなんだかんだ回り込んでいってくれんだろうっていう期待があって、その通りにババキンがここにアプローチしましたね。っていうような感じで、この壁の隙間がある配置はこのドバダシの戦術がすごく刺さりやすいので、これはねぜひ使ってみてもらう価値があるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個見ていきましょう。富士さんもねこれやるんですね。中華式のスペシャリストでしたけども、タンゴール13、まあ、つむぎさんが12、13でこの、スパジャイネクルやりまくるので、そういう意味ではかなり、見てね、学んでらっしゃる部分も多いんじゃないかな、というふうに、まあ、思ったりするわけなんですけども、アーチャークイーンしっかりライトニングで潰していきます。さらにここ、投石機と、クロスボウダブルで壊すことができて、非常にこの部分も美味しいですね。天才を加えていって壊していきながら、壁のね、中にしっかりこう、直進的に入るように、まずここ開けていきます。で、さらに、この狭い面から出していきながら、ここね、中に入ったユニットがウッドランチャーでこういう風にタウンホールに向かっていくような感じのイメージですね。で、この部分の投石どう処理するのってところも気にしてほしいんですけども、これ完全に壁で囲われているし、ユニットがこの面から出てきているので、誰もアプローチしないと思いますよね。そこを助けてくれるのが、ロイヤルチャンピオンですね。こんな風に壁の中にあって手が届かない主力の防衛、マルチインフェルノとか、まあ、シングルも結構いやらしいんですけど、だったり、投石機っていうところに関してはしっかりと壁を開けてアプローチする、ないしはロイちゃんを差し込んでいくっていうような工夫をして、特にこうね、範囲攻撃の施設がノーマークにならないようにきっちりとケアしていくっていうのが、この攻め方をする上ですごく大事です。なんで、ドバッと出すって言うじゃないの、でも全然ドバッと出しても全開できないんですけどっていう方は、ノーマークになってる防衛がないかどうかすごく、注意深く見てもらった方がいいかなというふうに思うのと、あとはこういう壁のね、隙間が空いている配置っていうのを選んで攻めてますかっていうところ、この2点をね、気をつけながらやってみてもらうといいんじゃないかと思います。やっぱね、道中で壊せると強いですね。グランドボーデンもついてるから、まあ、マルチインフェルノのダメージ、まあ、そんじょところのマルチ1本ぐらいじゃ、別に致命傷にはならないし、まあ、さらにこう、フリーズガンガン止めることもできちゃうので、そういうことをしながら、真ん中のユニットをしっかり生き残らせつつ、外周部分からですね、こういう風に押し上げてきて、3方向から、終着点にこう、向かっていくような形を作っていくっていうのが、この、サービス終了と言われる編成の、まあ、ゆえんですね。こんな風にドバッと出したら、ブラクラってこうユニットをね、バルーンとかをさ、こうタイミング測って、適所にパッパッと出してね、展開していくっていう難しさがあるゲームなのに、こんなスパッとドバッと出して展開取れちゃったら、クラクラのサービス終わっちゃうよというね、ところから来ているサービス終了編成ではあるんですが、言うてそんなにね、簡単ではないんですよね。特にこういう、ガチの、相手に対して決めていくっていうのは、まあ、そんなに、安いことではないので、まあ、今言ったようなポイントっていうのを押さえてもらいながら、使っていただくと。まあ、この編成自体の強みっていうのは未だに全然失われてないし、なんならドラゴン環境になってシングルインフェルノが増えたっていうところもあり、むしろタウンホール13では強くなってんじゃないかって思えるぐらいなんで、ぜひね、この編成を試してみてほしいんですけども、まあ、もう一個ね、変わり種じゃないけど、こんな編成もできますよっていうところをね、紹介したいと思います。これですね、ゴレネクロスパビズっていうのも結構流行りました。まあ、イエティスパビズにするケースもあったりで、まあ、いろいろです。この辺ってね、結構好みによって分かれたりもする部分ではあるんですけど、まあ、スパビズを使うときにはやっぱり施設の密集ですね。この1マス離れ、こういうところ。こういう1マス離れが割と多いような場合、密集しますね、こういうとこね。してる場合にはスパビズを入れると一気にこの辺蹂躙してくれるんで結構美味しかったりしますね。施設が、ライドラのチェーンが入んないようにとか、まあそういう対策で結構隙間空いちゃってる場合にはあんまりこれ使えないんですけど、今回の相手みたいに隙間が密集してる場合にはガンガン押していきます。チェーンがね、結構いい感じに入るんです、こういう風にね。で、入ったところに後ろからネクロマンサー、アーチャークイーンが刺していくっていうね、この波状攻撃が決まっていくんですね。スパビズがいるんで、もうこの相手のロイヤルチャンピオンとか、あとここにいる、ラバー、
まあ、パピーも含めて一瞬で勝利していくんですね。これものすごいスピードで対処していくのであっという間です。でこのフリーの投石、これに関してはどうするかっていうと、ここねスパビズとネクロマンサーがこう刺していくという感じですね。まあネクロマンサー2マスだけだったらいけるんで、この部分はこのルートを歩かせれば、まあ、ネクロないしはアーチャークイーンがしっかり倒してくれるだろうというところで、この壁の中っていうのはフリーにしています。さらにこの状態でまだロイヤルチャンピオンが残っているので、ここのね、投石機にしっかり差し込んでいくという格好を作って前回まで持っていく感じですね。まあ、キングもレッドゲージだけどフィットが残っているし、ポイズンの呪文も使う場面なかったですね。ほぼほぼポイズン残ってる状態、ほぼほぼっていうかまあ、振り残ってる状態なんで。あとは、この部分ですね、最終区画に関しては、しっかり壁のこの隙間が空いているこういうところ、入り込んでいけるっていうことを意識してますね、この攻め方。こちら側から行っちゃうと、最後ここに入っていくのに、ぐるっと外周回っていかなきゃいけないんですけど、逆ですよね。こっち方面から入っていけば、抜けていってスルスルっとこの辺からこう入っていけちゃうから、まあ、すごくね、この部分さえちょっと、壊しておきさえすれば、問題なくね、前キャンプで届くかなというところで、しっかりここは天才で潰しておきながら、ここね、一番最後終着点になりそうなこの部分は天才で潰しておきながら、ぬるぬるぬるっとこうね、ユニットを入れていく、こんな感じか、入れていくっていうね、こういう判断の攻め方になってます。まあ、この最終地点をここにするイメージを持って、天才っていうのは結構、そこまで多分考える必要は最初ないと思うんですけども、まあ、とはいえ、終着地点のこの部分ですね、この部分、しっかりと壁の中にユニットが入っていける形になりますかっていうところは意識する必要がやっぱりあって、まあ、そこをしっかりこう見極めながらね、この攻めているっていうプランニングの面選びと、あとはまあその施設の密集具合ですね、ここをしっかり見極めているって、この2点がこのスパビズの今の最後一本編成においては刺さった要因なんじゃないかなというふうに見てて思いました。はい、というところでですね、本日は、サービス終了と言われるドバタシ編成に関してタウンホール13バージョン見ていきました。まあ、繰り返しになりますけども、主要な防衛マルチインフェルノタウンホール投石機、まあ、これに関してはきっちりとライトニングで壊しておいてルートを整えながら、その通すルート上でしっかりと壊すことができるようにプランニングを組む面を選ぶっていう感じですかね、をするというところ、あと、使う場合にはこの、相手みたいにこういうとこね、ちょっともう一回これ、村を出しますか。壁の隙間がいい感じに空いている村を選ぶのがミソです。ここね、こういうところ。こういうところ。空いていると、スルスルっとやっぱ入っていけることが、入っていくことができるので、ウォールブレーカー当てる必要がないし、出ることもできますからね、これ。簡単に壁に捕まらずに次の、施設に向かっていくことができるんで、非常に、この寂しゅうと言われる編成、スケルトンがね、スル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 あっちこっちに入り込んで、ターゲットを取りまくってくれます。で、あとは、マルチインフェルノとかね、投石機がやっぱりフリーにならないようにどこが最終地点になるのかっていうところ、最終地点になるところを見極めて、そこをしっかり潰せるような目選びをする。あとは、まあ、ここもそうですけども、これもう一枠ね、こちら側にずれていたら、投石機にターゲットが向かなかったので、そういうね、フリーになっちゃう部分っていうのを作らないっていうところ、まあ、これを意識しながら、使ってみていただくと、いい結果が出るんじゃないかというふうに思います。では、本日はね、この辺で終わりにしたいというふうに思いますけども、私のチャンネルこんな感じで、クラン体制の解説中心にやってます。タウンホール13、14メインでやっておりますので、いいなと思ってもらいましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。